てそんなことしたんだ。電車代全部使っちゃうなんて。仕方ないだろう。本部ごめん、どうしても誘惑。元はといえば寝過ごして乗り換える。どうして誰も起こしてくれなかった。だってさ、周りの人に気づかれるから電車の中でしゃべ。それよりこれからどうする。俺に任せろって。ちゃんと。本当か。ああ、3日ぐらいはかかるかもな。だったらお前らやってみて。なんだよ、そんなんじゃ。じゃあ、あの車じゃ全員ヤマト。あ、うるさい。今度は私とミミ。はーい、お台場に連れて。お台場に連れてって。今度こそ大丈夫だろ。やっぱり女の子ですからね。そういうものなのって。まあな。止まった。やった。 OK。 そういうもの。うわ、ちょ、出てってくれるって言ってたのに。急に。ああ、イカのお化け。あれは幻想。こいつを見たせいで逃げちゃったんだよ。みんな行くぞ。このままだと。おっ、しょうがねえだろ。ま、こんな川からもデジモンが現れるなんて。これからも油断。川？そうだ、一角門ならみんなを乗せてお台。どうせ騒ぎになるならデソモンも一角門も関係ないか。じゃあお台場に向けて。